体調をまずはね、公演楽しみにしてくださっていた皆さん、本当にすいませんでした。本当にごめんなさいって感じだし、めちゃくちゃ自分も楽しみにしてたからすごい悲しかったし、すごい申し訳ないなっていう気持ちだったんですけど、そう、体調不良になってしまって。そう、でも、ね、原因が分かんなくて、私も朝起きた時元気だったんですよ。めちゃくちゃ元気で。で、ご飯食べてる途中で、そう、心臓が速くなったのね。で、そっからめちゃくちゃお腹が痛くなって、意識がもう朦朧としちゃって、私瞑想神経反射によくっていうか、なんか強いストレスとか痛みとかがあると瞑想神経反射って言って、なんかすぐ倒れそうになるっていうか倒れちゃうんですね。で、はなんか私は4回目ぐらい、まあもう結構なってるから、うわー来たーって感じで、でも今まで検査とかしてなかったから病院に行って検査したんですけど、別に血圧の問題でもなく血液の問題も全然なくって感じで、本当に自分も予期せぬあれで、うん、私もわかんないなんかなる時がなんか不規則すぎてすごい苦しくて大変だったんですけど、もうちょっと鉄分とか取ったりとか、日頃から水分もちゃんと取ったりとかして気をつけていかないとなって思いましたね。先輩方にもね、すごい申し訳ないし、急な変更だったのに優しい言葉とかたくさんかけてくださってありがたかったですね。こひちゃんが本当にね、たくさん助けてくれたんですよ。もう私、こいちゃいなかったらどうなってたんだろうっていうぐらい、その時しんどくて、もうね、声を叫ぶことしかできないくらいしんどくて、ずっと叫んでたんですけど、こいちゃんがすぐにパッて起きてくれて、すぐにあったかい飲み物も用意してくれて、薬も用意してくれて、鉄分のあれも用意してくれて、背中もずっとさすってくれたりとかして、すぐマネージャーさんにも連絡してくれて、助かりました。起こしちゃってごめんねって思ったんですけど、本当に助かった。すごいでしょ、こひちゃん優しいの。こひちゃんに救われました。こひちゃんがいてくれてよかった。こひちゃんに何かご馳走しなきゃあのアイス、スーパーカップとガルボのいちご買って渡しました。それでごめんって感じだけど、焼肉連れてってあげてください。本当だ、命の恩人だから焼肉連れて行こう。でも本当にそれぐらいね、助けてくれました。でも休んでしまった分、もっと良いパフォーマンスが次出る時までにできるように頑張ります。なのでお願いします。これからもまだみんなと喜べたらいいなって思うことがこの先待っているので、もう少々ちょっと今頑張り時だから、昨日休んじゃったので今日からまた頑張らなきゃいけないんですけど、頑張りすぎには気をつけたいと思いますって感じですね。